フェネスへと嫁ぐ三神の儀の途中、正体不明の賊に襲われたマシュリー。それをモントが救出したことにより歴史は動き始めた。ホルンとフェネスの連合軍、その圧倒的な力の前にリオニスは壊滅状態に陥る。モントは父王エルデと共に同盟を結んでいるウェズエットへ向かう。双子の弟シュテルとその母ヘレナはフェネスの王ムラガの手に落ちてしまう。だがそれぞれの思惑から、リオニスはホルンと、フェネスはウェズエットと結び、勢力図が塗り替わっていく。ムラガ、そして教会側についたシュテルをモントは死闘の末倒す。しかしそれで全てが終わったわけではなかった。大地を真紅に染め上げる血に巨大なクリスタルがついに覚醒したのだった。姫、あなたたちだけでも早く。なりませぬ。来るぞ。観念したか。以前の正体は取り逃したが、二度も失態を繰り返さぬ。そなた、ルティアル姫だな。姫様、なりません。いかにも、私はあなた方の探しているオービスの王女、ルティアルです。あなた方の獲物はこの私。私の命と引き換えに兵たちは見逃してもらえないでしょうか。姫様、我らは最後まで。よかろう。姫様。いいえ、これでよいのです。さあ、本懐を遂げられよ。ごめん。させぬ。指輪を所持しておらぬようだが、となればこのものは替え玉。どうやら本物のルティアル姫はまだオビス城にいるようだな。急ぎ本体へ帰還する。城門前、制圧完了いたしました。予想以上に早かったな。兵の様子はどうだ。戦線離脱した者はおりません。手応えがなさすぎるというわけか。はっ。なぜ我らがオビスの本城でなくこのワドルとかいう市場を攻めねばならんのか。仕方あるまい。最前線で戦うばかりが戦ではないのだから。しかし、聞くところによれば本城攻めを任せられたハインドラは未だ苦戦していると。言うな。ハインドラの徴用はジェーダン様がお決めになったこと。
それに異を唱えるとなれば、そんなジェーダン様に逆らうようなことは。分かっている。私もお前たちと同じだ。シュナク様、我らは我らがなすべきことをする。ジェーダン様、それをお望みだ。よいな。はっ。ではワドル城を落とす。だがくれぐれも油断は禁物だ。完璧完全な勝利こそが我らランダル軍にふさわしい。これだけ劣勢でも諦めないとはね。でも残念だけど、この圧倒的な差は覆せないよ。ジェーダン様に牙を剥いたこと後悔させてやるさ。黙れ。貴様らランダルの横暴がいつまでもまかり通ると思うな。威勢がいいね。射撃兵、撃て。だから言ったのに。まあ粗末にしても惜しくない命なんだろうね。狙いは良かったんだけどね。僕たちランダルを見くびっていたことが最大の敗因かな。ランダルは絶対に敵を過小評価しない。常に全力で叩き潰す。それじゃあ仕上げといこうか。僕たちの狙いはこの城を奪うことじゃない。オウィスの者たちの血を根絶やしにすること。一人たりとも逃がすな。敵軍来ます。一掃する。敵兵なし、前進します。ジェーダン様。よう、無事か。申し訳ありません。小国と侮っていたわけでは。ああ、わかるぜ。奴らは羊の皮をかぶった狼だ。特にルティアル、えげつないビジョンの使い方をしてきやがる。はい、やはりルティアルは。ああ、最前線にはいない。おそらくはオイス城の中。そんな遠くからここにビジョンを呼び出すとは、なんと恐ろしい。一刻も早くあの昭和の女から指輪を取り上げねえとな。はい。じゃあ行くとするか。最前線のハインドラを援護する。ジェーダン様、戦況は。我が軍の優勢と言いたいところですが。だろうな。
最前線のハインドラの戦力に不足があるわけではありません。ああ、分かってる。ルティアルのビジョンに手こずっているのだろう。はい。それゆえハインドラとの連携もうまくいっているとは言えず。やはりここは煉獄とカゲロウも最前線に加わるべきかと。ま、それが一番手っ取り早い策ではあるな。だがハインドラに手柄を。まあな、両国の併合を快く思わぬ者もいる。特に我が軍の中にはハインドラを必要以上に低く評価する友柄もいると聞く。そんな中でハインドラが手柄を上げれば彼らへの見方も変わると。そういうことだ。とはいえ手柄欲しさからなのか命令を待たずに突撃する者が少なからずおります。いいね、若くて。いいえ、そういう問題では。固いこと言うなって。アインドラに最前線を任せているのは手柄云々だけではないしな。まだ何かあるのですか。知らぬのか、オベロン殿とルティアルの仲を。あれって本当のことなんですか。お二人が結ばれれば私たちランドルとではなくハインドラとオイスが一つになる。だからこそ話がややこしくなる。ルティアルはオビス存続のためハインドラの王オベロン殿に近づき、我らランダルとハインドラの分断を画策した。そういうことだ。ですがオベロン殿はこのオイス攻めに反対は。さあな。さあなって。本当の腹の内など誰にもわからぬからな。だからこそ試すのだ、オベロンとハインドラの覚悟。そういえばジェーダン様、先ほど報告があり水路の件は順調とのこと。ああ、そうか。水路ではついに。オービスの奴らの慌てふためく顔が楽しみだな。ちょっと卑怯じゃないのよ。もうどうしろって言うのよ。アリム、援護する。この声、リビエルさん。一体どうしたんだい、サイガの里の王様。それやめてくださいよ。里が滅ぼされた後、私自分なりに頑張ってサイガを復興させようとしたんですよ。でもみんな自分を雇った国のことで精一杯で、誰も私のこと助けてくれないし、そうしている間に蓄えが底をついてご飯を食べるのも苦労する始末。だから
私がこうやって働き口を紹介してやったんじゃないか。それは感謝してますよ。でも、オビスって忍びの人使いが荒くないですか？まあ、しょうがないだろう。相手がランナルなんだし。アリム、お前まさかオビスを見捨ててランダルに仕官しようとか。そんなこと言ってないですって。ちょっと頭の片隅をよぎっただけで。やっぱり考えてたか。でもこれだけは忘れちゃいけないよ。ゴーガの追っ手に執拗に狙われているのに、オビスは救いの手を差し伸べてくれた。うん、分かってます。今こそその恩義に報いる時。敵が来るよ。はい。ハインドラ兵って一体何人いるのよ。ああ、キリがないな。こんな状況でもオビスの王様は。ログザ様だ。名前ぐらい覚えておきなよ。あ、そうそう、そのログザ様で、そのログザ様って何か秘策みたいのはないのかしら。秘策？例えば、もうじき援軍がやってくるとか。残念ながらその望みは薄いな。そうなんですか。アルンやリオニスならば派兵を快諾してくれそうだけど。その二つの国は現在同盟を組み、フェネスとウェズエット連合軍と戦の真っ最中らしいからな。その戦が終われば派兵の可能性もあるが、一体いつになるか。もしかして今戦をしてない勢力ってないの？ないわけではないが。え、どこどこ？ゴーガだ。ゲリビアルさん、確かに妙だな。お前をオビスに引き込んでからゴーガは表立った動きを一切見せなくなった。言われてみればそうですね。ゴーガならばランダルに雇われていそうなのに全然見かけませんし。奴ら何かを企んでいるのか。それとも敵に何か動きは？いや、ないな。こうを焦って向こうから動いてくれることを期待してたんだが。でもこのままってわけにはいきませんよね。ああ、仕方あるまい。こちらから仕掛けるか。気乗りしないけど、しょうがないですよね。限界かも。アリム、泣き言ならもうちょっと小さい声で言ってもらえないかな。だってこんなのは兵士たちに聞こえたら
士気が下がるだろう。いえ、それはもう分かっていることです。え？マクラット殿。あの、分かっていることとは？敵の勢力は絶大。これ以上戦ったところで得るものはないということですわ。ちょっと待って、じゃあ降伏するってことかい？そういうわけではありません。戦略的撤退です。撤退に戦略もクソもないだろ。まあ明日の絵、もしかして籠城するつもりですか？ある意味ではそうなりますか。ある意味では。何にしてもこれ以上前線の維持に兵力を割くわけにはいきません。分かったよ。オウィス第一部隊正室の部隊長のお言葉なら従うさ。だが本当にいいのかい？最前線を明け渡したらもう二度と取り戻せないよ。さあどうでしょうね。では撤退します。戦況は？は、圧倒的不利にございます。替え玉の方は？報告によればラシーナ様も敵の刃の前に。そうか。お父様、もう耐えられません。私の身代わりに。恨むのならばこの父を恨め。ルティアル、お前はこのオイスの宝、何があろうとも守り通さねばならぬのだから。万策尽きたか？ちょっと待ってください。奥の手あるんですよね？無論。しかしこれは本当の奥の手。正直に言えばもう少し時間を稼げればよかったのですが。過ぎたことを悔やんでも仕方あるまい。わしは決断した。ランダルとハインドラの兵士どもをギリギリまで引きつけよ。そして全ての水門を開け。承知いたしました。マクラット殿。先ほどお話しした通り、羊の皮を脱ぎ去る時が来たようです。これは一体。